キャパ700人を一人で完売させる証言寺ようこそ。よし、単独ライブできるの。確実にリアルか堀井見れるなら金曜有給取って北海道弾丸しようかな。この状況で2日目からどうなることやら。シアターのキャパは？完売してんの？タイトルと中身が全然違うんだけど、どっちが本当なの？でもライブはことごとく完売してないじゃん。こんなもんとない数箇所で済ませろや。他の4期すごくないってこと？大谷翔平がすごくても他はすごくないとはならんやろ。空の根も殿下。大谷翔平、お日様やっぱ面白い。はるはるも地元で無双しとる。どこかで高瀬先輩を特別ゲストで呼べよ。一期生ファンだ、退去して即完だよ。聖子ちゃんカット風のようご自分史上では最高に可愛かった。ようこかわいいな。時代が違えば全国民に知れ渡るアイドルになれたのにな。昭和に転生してもトップアイドル。むしろ昭和アイドル顔なんだわ。すでにファンダムが G 地獄だし。60代のファン増えそう。さらに高齢者を他の集いになるじゃん。しょげこって生駒ちゃんと生ちゃんを足して2で割ったようなキャラ。島田奈美みたいな顔だから。日向トップの加藤翔坂などの先輩たちに4期の面々が並べるように精進すればよかよ。カレー臭で一杯じゃ誰もライブ行かねえよ。なすりつけに必死だね。坂道内の見ならずミニに対してしてきたことを忘れたとは言わせないよ。それ知ってる。当たりあんたも磯地やんけ。